ピーター・レーニア・ジュニアは、イギリス海軍軍人。7年戦争、アメリカ独立戦争、ナポレオン戦争に参加した。1794年から1805年までは、希望峰から、南シナ海まで至る範囲を統括する東、インド艦隊の司令官を務めた。アメリカ合衆国ワシントン州にある、レーニアさんは、レーニアにちなみ彼の友人ジョージ・バンクーバーが命名したものである。 レーニアは1741年11月24日にイングランドで生まれた。祖父ダニエル・レーニアはフランスでの南都直令、撤廃により亡命してきたユグノー難民で、同盟の父、ピーター・レーニアはサンドウィッチで承認をしていた。レーニアは1756年にイギリス海軍に入隊し、7年戦争に従軍した。HMS オックスフォードで二等水イとして働いた。後 1758年に HMS ヤーマスに移った。その後戦列艦、ノーフォークやバーホードにも乗船した。その後一家の商船一隻の死となっていた。レーニアは1768年5月26日に中尉に昇進した。アメリカ独立戦争中の1778年7月8日、レーニアはアメリカの大型死略船を捕獲する。 作戦中に重傷を負った。昇進した彼は32門の方を要する HMS、アストライアーの艦長となり、1786年から1790年にかけてジャマイカ艦隊で活動した。1790年、レーニアは戦列艦モナークの艦長となった。1792年5月8日、レーニアの友人でイギリス海軍の軍人、探検家、 ジョージ・バンクーバーが、現在のアメリカ合衆国ワシントン州にある山を、レーニア山と名付けた。1793年前半、レーニアは74門の法を要する戦列艦、サフォークを収益させた。1794年から1805年にかけて、レーニアは東インド艦隊の司令官を務めた。彼の任期の間に、広大な領域がイギリスの支配下に入った。 1795年、レーニアは海軍少将に昇進した。4年後には海軍中将に昇進した。東インド諸島においては艦隊の代償にして最高司令官の地位にあった。1800年、レーニアはジャワ遠征を実施した。8月23日には戦列艦、シビル、ダーダルス、ジェントリオン、ブラーブを率いてバタビアに侵攻し、 オランダの軍船5隻を打歩し、22隻の艦船を破壊した。打歩されたものの一つは、イギリス艦隊に編入され、ダーダルス艦長ヘンリー・リッチバード・ボールにより、HMS ・アドミラル・レーニアと命名され、人員と武装の整備が行われた。なお、アドミラル・レーニアは1803年9月に売却された。1805年、レーニアはイングランドに帰国し、 一戦を知りいた。レーニアの退役後も政府は彼を頼り、1805年にはトラファルガーの海戦での勝利を記念し彼を青色大将に昇進させた。1807年、レーニアは三同一選出の国会議員となった。翌年、ウェストミンスターのグレート、ジョージストリートにある自宅で死去した。レーニアは25万ポンドに相当する遺産を残した。彼は、 近親者に分配した上で、1割を財務大臣に依存し、国家の借金の削減に充てるよう遺言した。ありがとうございます。